はい。皆さん、こんにちは。今週もラジオ番組、牛気分の時間が始まりました。潮様、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい。今日はですね、10月の12日の、土曜日ということで、沖縄も秋めいている頃じゃないかとは思うんですが、我々収録している関東地方はですね、もうだいぶ涼しくなって、やっと夏が終わりかけているところで、ちょっとね、気温差を感じるところはあると思うんですけども、皆様ね、体調に気をつけてお過ごしいただければというふうに思います。はい。で、10月はですね、ちょっと私がですね、去年かな、学ばせていただいた、獅子塾と呼ばれる、ビジネススクールで、毎週学んだ、仲間が、出る月になっておりまして、先般だと、チャット GPT の、横山さんが出ていただいたと思うんですけど、今週はですね、同じ、学んだ同期の仲間である高浜愛さんにお越しいただいております。高浜様、お忙しい中お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。高浜さんはですね、ちょっと私の方が簡単な、自己紹介、本当簡単なんですけれども、教育コンサルタントですね。受験とか、そういうとこも含めてやってらっしゃってて、で、現役で、大学の、教授もやってらっしゃるという方になります。はい。で、高橋さんの方から、じゃあちょっと詳しい自己紹介ですかね。お願いできたらとは思うんですけれども、よろしいですか？はい、ありがとうございます。はい。はじめまして、皆様、高浜愛と申します。よろしくお願いいたします。先ほどですね、伊藤さん、直哉さんからご紹介いただいたんですけれども、私は長年、大学で教員として、働いてきました。働いて、担当してきた仕事の内容は、大学の国際交流ですとか、あとは、留学をサポートするといったような仕事です。その他にも、大学でコミュニケーションに関する授業をしたり、あと日本語など、語学に関する授業もしてきました。で、その他、学生の、キャリア支援とか、メンタルのサポートといったようなことも仕事にしてきました。はい。現在は、昨年独立しまして、教育のコンサルタントとして仕事を始めています。大学でも非常勤講師として仕事を続けている状態です。今日はよろしくお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。はい。高橋さんが教育に目指したきっかけっていうのは何かやっぱあったんですか？教育を目指したきっかけ、難しいですね。何か、もともと、そうですね。何か、もともと、私は、兄弟がいるんですけれども、兄弟と一緒に、下の兄弟なので、勉強する機会が 多くてですね、何かと、上の、先に生まれたものとして、下の兄弟と一緒に勉強する機会が多くて、教える側になったことがたくさんあったっていうのが、そもそものきっかけではないかなと思います。で、その後、小学校とかに入ってからも、クラスの委員のようなことをたくさんやっていて、その中で担任の先生からクラスのお母さんって呼ばれていた時があって、まだ、10歳ぐらいなのにお母さんって言われてたんですけれども、また、そういったところで教えるだけではなくて、周りの人のサポートをするといったようなことをたくさん、そういう機会をいただいたのが、もしかしたらきっかけになったかもしれないなと思います。ああ、そうだったんですね。じゃあ、周りの方をサポートするっていうかね、温かく包み込むっていうところは、そういった雰囲気はね、今もね、感じるところもありますし、その辺、感じるところあるなっていうふうに、今、やらせてて思いました。はい。
で、まあその後ね、いろいろこう、独立されてっていう話はあったんですけども、なんか独立するにあたったきっかけみたいなのあったんですか？ですね、もともと独立とか起業とかっていうものに対してぼんやりとした憧れはあったんですけれども、将来的な、私の人生の目標として、自分は海外に留学したんですね。で、その時に民間の奨学金の財団から、奨学金をいただいて、そういったさまざまな方のご支援をいただいたので、海外の大学院を卒業することができたということがありました。ですので、自分は卒業して、いろいろ仕事をすることができたというのも、またそういう、留学したという経験があったからだと考えているので、将来的には、教育をサポートする財団のようなものを作りたくて、で、そしてその、財団を通じて、海外に留学する方をサポートするための奨学金を、配るというか、奨学金を、お届けするというようなことをやりたいって考えているんです。で、そのためのアクションを取るためには、独立するということがいいことなんではないかなと思ったので、三郎さん、伊藤直哉さんともご一緒させていただいて、学びの場に参加しながら、今その道筋を探っている途中です。そうだったんですね。はい。大丈夫。この場合、三郎で呼んでいただいて大丈夫ですんで。そのまま、千代さんから皆さん、その四字熟と呼ばれるのは、あだ名で呼ぶ、ニックネームですかね。そういう、形になってるので、まあちょっとですかね、外資系に近いような、取り組みね、されているところなので、ちょっと名前とニックネームが違う人もいたりするので、私みたいに、それをおっしゃったいわというふうに思います。はい。ああ、そうです、そうですか。でもね、海外とか、ね、ここなかなかこうね、文化が違うところで、こう、お子さんたちがこう学ぶとなると、やっぱり不安がね、ある中で、まあそういったことをね、ご支援をね、こう、まあ、ご自身の経験が踏まえてね、されているところ、本当に心強いのかなというふうに、思っています。まあ、そういったね、この異文化っていうところに着目して、だから、あるね、本をね、出されるって噂をちょっと私聞きまして、それがなんかぼちぼち出版されるんじゃないかっていう、ちょっと噂を聞いたんですけど、それは事実で合ってますでしょうか？ですよ。ご質問ありがとうございます。ちょうどこれが放映されている10月12日には、書店さんの店頭にも並んでると思うんですけれども、この度、日経 BP さんから、ちょうどこちらにも映しているんですけれども、この青い表紙の本を、出版することになったんです。おめでとうございます。ちで、なタみイトに、ルはちょっどうと、ぞ。こんな感じです。こいいですれね。は、ミドル世代を襲う人生100年時代っていうタイトルの本なんです。ということ、その、まあ、先ほどね、その、学生さんの話があったかと思うんですけど、学生さん以外の方でも、こう、ターゲットにされてるって感じでしょうかね。そうですね。今おっしゃっていただいた通りで、今タイトルでもお伝えしたんですが、ミドル世代を襲う人生100年時代というタイトルで、今回の書籍はミドル世代の方、イメージするのは40代、50代ぐらいの世代の方にぜひ読んでいただきたいなと思っている本なんです。なるほど、なるほど。じゃ、ちょうど働き盛りで、そろそろ次の道をちょっと考えたいなっていう人にとっては、すごく、ハマりそうな内容な感じはするんですけども、
まあ、ちょっとまだね、出版前である、あるんですけど、ちなみにどんな内容が具体的に書かれていらっしゃるかを、ちょっと簡単に話すことって可能ですか？大丈夫です。私は、先ほどお伝えしたように大学で、国際交流とか、留学とかをお手伝いする仕事をしてきました。で、そういう仕事の中で、海外に行くということは、すなわち異文化、異なる文化に触れることだということを、学生にも伝えてきましたし、自分もそういう体験をしてきたので、新しい文化、すなわち文化にこううまく適応する、うまく馴染んでいって慣れていって、新しく行った海外で、その行った方たちが力を発揮されるようにっていったようなことを応援することをしてきたんですね。で、それは主に大学の学生の方向けに、留学生とか学生の方向けにお話ししてきたんですね。ただ、今回の書籍では、新しい文化とか異文化に触れるということは、何もその海外に行くということだけではないっていうことを、お伝えしているんです。で、具体的には、異文化というのは、これまでに馴染みがない新しい文化という意味になります。で、そうすると、例えば私たちが今直面しているようなこう VUCA とか VUCA といったような予測ができないとか、不確実な時代というのも一つの異文化だと思いますし、あとはこの本のテーマになっている人生100年時代というのも、私たちのこう親の世代が体験しないですし、人類がこれから初めて体験するという、そういった意味で考えると、まさに私がこれまで大学で扱ってきた異文化、そのものじゃないかというところに着目しました。で、それで、ミドル世代の方向けに、この人生100年時代という異文化ですね、新しい文化に、どのようにして適応していったらいいか、具体的にはあと50年ほど生きると仮定して、どのように、将来のいろいろお金の不安とか、体や心、健康の不安とか、老後の不安とかストレスといったものを抱えがちな世代なので、そういったものとどううまく向き合っていったり、解消していくかっていうようなことを、この本の中でお伝えできるように頑張りました。ちょっとこのラジオの収録関係上、ちょっと原稿の段階でちょっと拝見させてもらったんですけども、と後ろにね、ワークとかチェックリストがあったりするので、ね、自分がどの型に当てはまるかっていうところって、人間ってそういうチェックリストとかってすごくなんか、おおってこう、あれ、どの型かなってね、興味ありますもんね。そうですよね。で、ね、その型でこうね、A 型、A、まあ、A パターン、B パターン、C パターン、ちょっと今簡単に略しちゃいましたけど、あなたは A だったらこう、B だったらこう、C だったらこうっていう、なんかこう、あ、ちょっと行動に移そうなね、ことがね、書いてあったりするので、読んでて、おお、なるほどなーってこう見てたんですけども、この本を見て、こう、なんか得られる効果とか、ちょっと重複する内容かもしれませんけども、どういった、効果を期待して、今回ね、出版に至ったかっていうところも、ちょっとまた話してもらってもいいですか？そうですね。やはり、効果、得られることというのはいろいろあるかと思うんですけれども、には、人生100年時代というのは、例えるならば、オリンピックの種目でいうと、競歩のようなものや、トライアスロンのようなものに例えられるかなと思っているんですね。で、ミドル世代の方たちの親の世代の、生き方というのは、およそ70年、80年ぐらいの、イメージで、人生のこう長さを捉えてきた世代かと思います。で、その世代を見てきたミドル世代にとっては、70年、80年ぐらいだと思って人生を設計してきたことを、
人生100年だというふうに捉え直す。つまり例えばこうマラソンで言うと、あ、もうなんか40キロぐらい走ったなと思った時点で、いやいや実は50キロ60キロあったんだよねと、なんか5分前でゴールテープが延長されたような、まるでそういった何でしょうね、こう戸惑いがあったり、最初例えばこうオリンピックの種目でも短距離ランナーだと思えば短距離に適した筋肉を鍛えますし、競歩であれば競歩に適した筋肉を鍛えたりとかっていう、心の準備も日頃の準備もできると思うんですね。ただ私たちのこのミドル世代を襲うっていう100年時代にとって考えると、人生半ばぐらいまで来たなと思った時点で、もうあとまだ50年あるのっていう戸惑いを抱えていらっしゃる方がすごく多く、またその戸惑いがこう、不安とかストレスで、この本の中でいろいろそういった戸惑いが原因で、なんとかそれにこう対応しようとして、7つの症状が現れているといったような形でいくつか指摘させていただきました。例えばお金をとても節約して過ごしたりとか、あるいは逆に大きく投資をしようとか頑張ってみたりとかっていったようなことを書いてあるんですけれども、なので、ではそもそもじゃあなぜそういうことが起こるのかっていう仕組みですね、なぜそういうふうにしてしまうのかっていうメカニズムを理解するっていうことが、まずこう将来の不安にこうを減らしたり予防したりするのにものすごく役立つと思っています。なのでこの本の中では前半にこう理論編のような形で不安が起こる仕組み、新しい時代が訪れて不安になって戸惑ってしまって、どうしていいかわからなくなってしまうというメカニズムをご紹介しているので、それを理解していただくということが一つ特にお役に立てることかなというふうに思っています。というのは人生100年時代以外にも、例えばこれから50代の方ですと、お仕事を退職されたりとか、もしかしたら副業されたり、あるご年齢になって、ちょっとお引越しされたり、ご実家の方に戻られたりとかっていった人生のいろいろな移行、新しい文化に移動する、新しい環境に行くっていうことをたくさん控えてらっしゃる方いらっしゃると思います。なので、あとはお子様がね、巣立たれて、ご夫婦の生活になるとかって言ったのも新しい文化だと思います。で、そういった時にどうしていいかわからないけれども、だんだんこううまく慣れていくといったような仕組みを理解していただくということが一生を通じて役に立つことだと思っているので、この本の中ではそういった仕組みをお伝えしていまして、そのことがこれから長く続くであろう人生にとって役に立つことじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。そう考えると、こう人生100年ってこう50歳だと、その仕事の意味では残りあと10年とか15年とか、もう今その先がまだまだあるっていう意味では、さっきのね、その50歳、55歳まででこう頑張って、まだ先がまだまだあるんだっていうね、ここにこうね、着目するとまたこう楽しいね、こう道も開けんじゃないか、そのきっかけにね、なんかね、なりそうなね、気もね、しますし、こういったね、やっぱり異文化って今ね、その先ほどおっしゃったその海外の方に一回行って出会うっていう、意外にも、こう、日本国内でも、今までこう遭遇したことない方と出会ったり、学んだりっていうのは、やっぱ刺激になりますよね。本当にそうなんです。この本の中でも書いてるんですが、本来、異文化に出会うことで、人間はそれぞれ成長できるんですけれども、ただ、成長の過程って、どんな分野でも、時々大変だよねとか、うまくいかないよねっていうことが
どの分野でもあると思うんですが、そういったことをこう乗り越えて、成長していくっていうことにつながるようにっていうことをこう応援したいと思っています。まさしく、なんか、このね、四字熟とか、いろんな、こう、業種の方、業態の方が来るからこそ、皆さんが、こう、違った、今までの経験者、ない方々集まって、こう、切磋琢磨してね、こう、学ぶ機会もね、ありましたし、そういった、ね、交流会に出ていらっしゃる方も、とは、絶対刺激を求めて、おられる方も、まあ、おられるんじゃないかな、なんて思うと、確かに、こう、交流会、私主催してる側でやってはいるんですけども、ああ、確かにそういった刺激を、提供できる場として、もともと頑張らなきゃいけないなっていうふうに、ちょっと改めて、思った次第ではね、あるんですけども、でもね、こう、ね、どうぞどうぞ、はい。でも本当にそういう、こう新しい方々と出会うというのは、何も海外に行かなくても、ああいう、こういわゆる異業種交流会のようなものもそうですし、あと、私たちの世代が若手の方とか、あるいはシニアの方と、交流の場を持つとか、機会を持つっていうことも、毎日が異文化コミュニケーションだなというふうに私は考えています。そうですよね。そうなりますよね。確かに、こう、子供を接する、親と接する、同世代でないからまた違った刺激を、得られたりとか、いうのって、やっぱりこう、面白かったりするので、こう、一個一個傾けると、あ、なるほど、そういう発想もあるんだねっていう、こうね、否定するんじゃなくて、受け入れて、一緒に楽しむっていうのは、すごく、こうね、面白かったりね、しますし、私も子供がいるんですけど、いろんなね、やっぱり、できれば海外でこうね、日本じゃないこう文化に触れてほしいって、思う一方もある一方で、国内でもできることって、まだまだね、あったりしますし、子供はね、まだまだ、大人たちたくさんいるから、いろんな大人と接して、楽しんでもらえればと思いますけども、本のね、ターゲットは、40、50の方になるので、逆にそういったね、今のこの若い世代、Z 世代とかいろんな言い方するとは思うんですけど、そういった方をなんかね、批判するんじゃなくてね、こう一緒にこうね、なんかこう、仲間となってね、やっていくと、すごく面白い、また人生が待ってるのかな、なんてちょっと思ったりはね、してますけど、この本はあれですか、書店にずらーって並ぶ形なんですか、その予定では。そうですね。全国の出版社にということで、出版社ご準備いただいているんですけれども、沖縄にも、行くことを期待しています。沖縄にもね、本屋がね、ありますので、ぜひぜひ、沖縄の方、チャタンの方ですかね、手に取っていただいてね、ぜひね、ご購入して、何か学びのきっかけにね、なってもらえると、思いますし、この動画で聞いている全国の方々も、ね、近くの書店で一度見ていただいて、本の内容でね、またこう何かブラッシュアップしてもらえればな、なんていうふうにね、思ってたりはしますけども、私もじゃあ、どこで買わさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というね、話をしておきながらですね、実はですね、この番組ですね、30分番組ね、あとね、ちょっとだけの時間に、ね、なってしまいまして、どうですか？時間的に。あれ？もう30分なのって、思いますか？そうですね。もう、お話上手で、聞き上手でいらっしゃるので、あっという間に時間が過ぎました。すごく楽しい時間をありがとうございます。なので、ちょっとね、ベタな話になってしまうんですけども、最後にこう何か、アピールをする、場として、何か最後一言、おっしゃって締めくくりたいと思いますので、
まあ、本の内容でも全然構いませんので、何かシェイクリーの言葉を一つ、お話しいただけたらと思うんですが、いかがですか？はい、ありがとうございます。まあ、今回ご紹介させていただいた、こちら日経ビッグの、ミドル世代を襲う人生100年時代という本なんですけれども、ミドル世代の方を中心に、ぜひ、書店でご覧になっていただいて、こちら、人生100年時代という、まあ、異文化に、こう、うまく付き合っていくことで、一人一人が成長していくっていうことにつなげてほしいっていう願いで、書いた本ですので、もし、気に入ってご興味を持っていただけましたら、ご覧いただけましたら嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。今週は、高浜愛さんにお越しいただきまして、ちょっと本の、話にはなってはおりますけども、100年、皆さん繰り返ってみて、今後の良い人生をね、歩んでいただければというふうに思っております。はい。じゃあ、高浜さんもお忙しい先生いただきまして、ありがとうございました。今週は、じゃあ、ここにて、はい、終わりにします。はい、皆様、ありがとうございました。失礼します。Yeah.